レッスン15ではシーケンス関数とランドビトイン関数の2つをレッスンしますテキストは162ページですそれではまずシーケンス関数から進めます使う表は1月のカレンダーです日曜日から土曜日まで入力されてますが日にちが書かれてないんですねそれをシーケンス関数を使って作成しますちなみに シーケンス関数は指定した行と列に一二三みたいな連続した数字を作成できるんですということでカレンダーを作成しますそれでは進めますがこのシーケンス関数も比較的新しい関数ですもしかしたら皆さんのパソコンにシーケンス関数がないかもしれません見当たらなかったらこちらの画面を見て理解してください それほど難しくないので大丈夫ですのでね。それともう一つ、シーケンス関数を使ってカレンダー作成というのはいろいろな方法があります。Excel ベテランの方は日付、シリアル値などを使い表示形式を設定しと作成されるかもしれません。ただそれだと MOS の範囲を超えるし、シーケンス関数自体も分かりにくくなるので、 今回は普通に1日なら数字12日なら2というふうに普通の数字を使って設定しますもっと本格的にシーケンス関数を使ってカレンダー作成をしたいという方はシーケンス関数カレンダーで検索するとたくさん出てくるのでそちらを見て作成してほしいと思います。今回ははシーケンス関数は このように作成しますよという一つの例として最も簡単なやり方で説明しますはいそれでは手順を進めます今回は日曜日を1日ということで始めますセルビーさんをクリックしてください FX をクリックし 関数の分類をすべて表示に変えシーケンスを探しクリックしてください OK をクリックしてください。 シーケンス関数の設定は4つ必要です。まずは行と列です。カレンダーは5行ですね。よって行のところは5と入力してください。列の方は7列ですね。 よって、列に七と入力してください。それでは、その下、開始です。この開始というのは、始まりの数字は何ですかという設定です。一日から始まるので、数字一です。一と入力してください。 メモリはどれだけ増やしますすかという設定ですカレンダーの場合は12345と増えていくので1ずつ増やすというふうですもし仮に奇数を表示したいという場合は1357と2ずつ増えるというふうですねその場合は2ですカレンダーは1234と1ずつ増えるのでこのメモリは1と。 入力してくださいこれで設定は以上です OK をクリックしてくださいそうすると連番が作成されカレンダーとなりましたそれでは復習します 5行を7列の表に始まりを1からとし目盛りを1ずつつまり1ずつ増やしてくださいというのがこの設定ですね以上ですね。と言いたいところなんですがこのシーケンス関数を使うと。 1> 1月は31日まででなんですが、32 33 34 35と表示されます。これは仕方ないことだと思ってくださいただこれはこのままにしておくと他の人からいろいろ突っ込まれたりすると思いますので消しましょうただこの32から35までを選択しキーボードをデリートをしても 消えないんですではどうするかというと一番簡単な方法は文字の色を白色にしあたかもなかったように設定することです今回はそうしますフォントの色はこちらですね下向き矢印をクリックし白はこちらですクリックすると 数字が見えなくなりました。実際はあるんですけどね。シーケンス関数を使うと、連番を表示させることができます。はい、それでは1月カレンダーはこれで完成なんですが、もう一つご質問が出ます。例えば、水曜日始まりの場合は、どうしたらいいんですかというご質問です。実は、何曜日から始まりでもシーケンス関数はできます。 一度やります。一をクリックし FX をクリックするとシーケンス関数の設定が表示されます。既に関数が作られていた場合 FX をクリックするとその関数の設定が表示されるんです。手直しをしたいという場合はそうしてください。それで 今回は開始のところです。ここをマイナス二にします。マイナス用字も使えるんですね。それで ＯＫ をクリックすると水曜日が一になります。あとはマイナス二からゼロまでを文字を 白くですね。三十一日まで黒くすれば。設定完了ですね。開始の数値を変えることによって。カレンダーなら、どの曜日からでも設定できます。 はいそれではシーケンス関数は以上です次はランドビトウィン関数へ入りますテキストは164ページですこのランドビトウィン関数というのは指定した範囲内の整数をランダムに表示させる関数です今回は月に一度の豪華外食お楽しみ会ということで 何日にしますよというのをランダムに決めたいと思います。それではセル F9 をクリックしてくださいちなみにシーケンス関数がなくて画面を見ていたという方はランドビトイン関数はあると思いますので一緒に操作をしてください。それでは FX をククリックし 関数の分類がすべて表示になっているのを確認しランドビトウィン関数を探しクリックしてください OK をクリックしてください。 ランドビトインは最小値と最大値の2つですね数字何から何までの間でランダムに表示しますかという設定です1日から31日になるので最小値は1です入力してください最大値は31です入力してください これで設定は以上なので OK をクリックしてください数字が表示されました数字はランダムに表示されるので今こちらの数字と皆さんの数字は違ってて普通ですそういう関数ですのでねランダムに表示するというのはそういうことですはいそれでは レッスン十五につきましては、これで以上です。ファイルを閉じます。バツをクリックし。保存しないをクリックしてください。レッスン十六を開いてから、次へ進んでください。